渡辺さん、細かい作業とかは好きなんですか？好きですね今帰ったのがここのこの線です。あ、そのラインですか？はい、この線を、その線を描いてたんですか？今描いてました。次は線じゃなくて点なんですけど、月桂樹の、今回掘る月桂樹の模様を一個一個の大きさを決めるガイドになる点です。これは人の手でやってるっていうのはまだ信じられないんですけど、すぐにはできないですね、これ。あ、でもこの工程は、傷を入れるのは、はできます。この後の掘る工程はだいぶ練習しないと。この間に何かこうそのデザインを書いていって、はい、掘るみたいな。はい、そうです。あ、それの印ってことですね。はい、この点を揃えないとデザイン自体がどん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 変わっていっちゃうので。あ、もうその幅に合わせたデザインができてる。あ、そうです。できてて、それを、まあ、下書きして掘っていくみたいなことですか？はい、そうです。掘ってる時はあれですか、なんか感、どういう頭の中でどうなってるんですか？意外と無の時間の方が多いですね何本ぐらいその掘り上げるまでに道具って使うんですか？道具、掘り上げるのは各ものと、あとサガネが 2,3 本ぐらいですね。あとはサガネを叩くロタフクっていう道具、まあ、下書きした上を掘っていきます。この掘るその深さみたいなのはどういう調整なんですか？刃物のタガネの角度で変わります。あ、深さは。はい、これ細さでいうと何ミリぐらいなんですか？タガネだと今1ミリ。1ミリ、はい、1ミリのタガネで掘ってるってことですよね。そうですね。この一番、はい、三角形のこの先が、ここが1ミリ、この幅が1ミリで、絵を描くのが好きなんで、なんかこう金属の上に彫るのって金属の上に絵を描いてるような感覚に近いので、まあ、それがこう紙の上に筆じゃなくって金属の上に、まあ、タガネ刃物っていうだけだったなっていう。職人さんによって彫り方が違うんですか？その個性が出るというか。だいぶ出ますね。それをどこ見れば分かるんですか？あ、でもこれで言うと本当に葉っぱのこの形がこうもっとこうシュッとした葉っぱになったりとか、おここのなんか線のグラデーションの感じとか、線の最終的に行き着く場所とかを総合的に見ると一瞬でわかります。ジュエリーって自分にとって何ですか？大きく言っちゃうともう人生みたいな感じですね。ほとんどがもうジュエリーを作ることが大好きで大好きで仕方がないので、もう人生のうちの何割
がもう仕事というか彫金になるかわかんないですけど、もうほとんどがジュエリーになると思うので、ここから先もってことですね。そうですね、あほぼ人生みたいな感じだと思います。ジュエリーってなんていうんですか、ジュエリーこの子の、まあ、一生というかが、まあ、もし100だとしたら、私たちがこう作ってお客様にお渡しするまでの期間は100のうちの1あるかないかぐらいの期間、この先この作ったこの子が、まあ、どういう風に使われていくのかっていうのは、なんかこうストーリーがあってちょっと面白いなと思います。